圧巻のネオ・アキラ、ひねりを抑えた新フォームに手応え値を登る7イニングにあんだ無失点最後の最後で良かったというニュースが中日スポーツから出たが、果たして来年は先発としてどこまで投げられるのであろうか。ネオは秋季教育リーグ宮崎フェニックス、リーグのロッテ戦に先発して、7イニングを投げにあんだ無失点とコー 前回登板だった22日の巨人戦から一工夫を加えたお試しフォームで回答を披露し、宮崎での最終戦を最高の形で締めくくった。試合は中日が10で勝利。9日から宮崎県内で行われていた同リーグはこの日で日程を終了した。高等したとはいえ教育リーグであるのでプロ野球の1軍とはレベルが違う。やはりこのくらいのリーグではネオは圧倒的な差を見せて来年に臨んでほしい。 ドラフトでもアジア大学の草加を獲得したことで先発の争いも熾烈になる。ネオには日本シリーズでも活躍している阪神の村上くらいの活躍を期待している。身長が高い方が有利という状況でもしっかり結果を残している村上とネオは同じような体格である。身体的なポテンシャルもネオは素晴らしいものがあるのでとりあえず村上を真似すれば同レベルはできると思っているし。 ネオは頭がいいからやっていくうちにアレンジをして村上を超える活躍をすると本気で期待している。私は来年は先発で17勝以上を期待しているし、さらに翌年からは3年連続の20勝を期待している。ネオにはこれくらいやる能力は十分あると思うしメンタルも自己管理がしっかりできると思っている。皆さんは私のネオの活躍予想はどのように感じますでしょうかコメント欄にご意見をいただけると嬉しいです。いいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。 元々クレバーな人だから、ある程度、自分のキッチングの形が出来上がってくれば、いろいろと考えて、バッターの読みや感を外したり、そういうことが小手先ではなく、ちゃんとやれるように余裕も出てくる。プロ入り前は、ピッチャーとして見ると、球は早かったけど、それ以外には黒で武器になりそうな部分がないように見えたから、野手として成功する道を願ってたけど、ピッチャーに転校して本格的にシーズンを過ごして、着実にステップアップしてるようで安心。やっぱり、 ドラフト1位が戦力になってくれないと、チームの長期計画が崩れるからね。肩の強さは抜群に良かった。いつも試合前の練習でどよめきがあった。理にかなったフォームを必死に身につけても肩の強さ以上の下半身のどっしりした肉はつかず、防球も先発には伸びが足りず、かといってしなやかな全身のしなりで投げる体育までもなく、プロとしてのもう人伸びや強さをどこでねじり足すのか。 どう作り上げても答えじゃなかったのがこの1月まで続いてた。ひねりを加えたフォームは今までの身につけたフォーム以上に完成に時間がかかったが、今まで以上に成長の先があったしこの先もあると思う。本当に1軍でローテで見たい。ファンの思いを乗せてしまってるが、見たい。ただそれだけ。来シーズンは1学年間の優秀なピッチャーが黒野球界にたくさん入ってきます。彼らに負けないように、シーズン最初から1軍でローテーションに入ってほしいですね。決してゴーンタイプではないので。 目指すは送電のようなキッチングでしょう。ストレートも変化球も切れと低めへの請球力だと思います。来シーズンは期待していますよ。頑張れ。ネオくん。高校時代からネオのカット気味の独特なまっすぐは高く評価されていて、150km は超えなくとも打者を詰まらせる転生の救出の持ち主だった。まだサードピッチなどには課題があるかもしれないが、投資転向してからそのまっすぐを主体に組み立てるスタイルを貫いているのが嬉しいし、 朝尾が押す通り確実に飛躍すると思う。ネオボル投手は下半身がすごく投手らしい見た目になってきましたね。来季への期待は高まりこそすれ下がるところはないと言える。身長だけを見ると中日ドラゴンズの他の先発投手陣には劣りますが、高頭を続けることで首脳陣の評価も試して手みようかから継続して使おうへと変わると思います。たくさんいるライバルを押しのけるだけの結果を来春のキャンプでも見せてもらいたいものですね。確か、ヒロト投手が新人の秋キャンプが終わった頃だったか。 朝尾コーチが覚醒した、打たれない、無双する、と評価していたのを思い出しました。ネオ投手も、朝尾コーチがこれだけ評価すると期待が高まってきます。来シーズンの開幕ローテを狙っていきましょう。YouTube でレジェンドの岩瀬さんや、山本正さんや元ジャイアンツの岡崎さんが一軍では厳しいローテーションに入れないとあまり評価は高くなかったのですが、クライマックス戦ってたロッテの視力混じり相手にこの結果ならそんなに悪くなく感じるんですが、 実際はどうなんでしょうね。朝尾コーチは覚醒したと記事で言ってましたが、活躍してくれるといいですね。映像を見ましたが、ほとんどの打球が詰まっている感じで9位、切れどもに確実に良くなっている印象を受けました。いざシーズンが始まれば、なんだかんだで先発投手が足りなくなります。ネオ・アキラ投手は先発投手として期待しています。ルーキーの草加投手もかなり良さそうなので、負けないで頑張ってほしいです。どんどん良くなるね。 キッチャーライクなった。頭がいいから自分で課題を見つけて克服していく姿を見たい。正直言ってヤシから投手に変わり、ドラゴンズの先発ローテに入るなんてラムリだと思っていた。でも今はローテに入れる可能性は高くなった。頑張れネオ。活躍の予感しかないしないネオ。キラ、投手として初めて一年を過ごした。先発ができる身体と請求力、変化球、そして伸びのあるまっすぐを手に入れようと努力した。まだ、課題はあると思うが、課題をクリアした先に、 両手が待っておりふかけた勝利もできる可能性はある天才値を登る来季が楽しみで仕方がない